はい、どうもジルです。ということで今回はプロジェクト世界カイフルステージフィーチャリング初音ミクがもうすぐ1周年を迎えるということで、今回ジルのチャンネルでね、プロセカ1周年企画の方をやっていこうと思います。はい、それがね何かと言いますと、まあタイトルとサムネにもあるんですが、登録者の数だけガチャを引く企画、イエーイ、やばすぎる。はい、ということでね、今回まあプロセカ1周年、まあ私ジールでプロセカのおかげでここまで大きくなれたんで、やっぱプロセカに恩を返すっていう意味合いもあるし、まあやっぱ視聴者さんね、みんなに楽しんでほしいっていう意味も含めてプロセカでね、大型企画の方やっていきます。で、登録者の数だけガチャを引くというね話なんですけども、現在のチャンネル登録者がですね、この動画収録時点で5030人なんですよ。で、まあ今からね、今月中に2000人ぐらい増やしたいと。やっぱ年内1万人目指したいんで、チャンネル登録者、今月中に2000人ぐらい増やしておきたいということでね、まあチャンネル登録者を増やすっていう意味合いもありまして、プロセカに恩を返すという意味合いもあってね、今回この企画をやっていこうと思います。で、登録者につきガチャを引くっていった感じなんですけど、この現在の530人から増えた新規チャンネル登録者につき、ガチャを回していきます。で、一人一回だとさすがに破産してしまうんで、一人につき100クリスタル消費します。はい。なんで、3人でガチャ1回分だね。まあ、で、プロセカはガチャのクリスタルの、お金がだいたい100個で100円なんで、みんなの登録、1チャンネル登録が100円になるんですよね。それで、今ですね、ジールさんのチャンネル登録者数が、まあ、8月だったら1300人伸びてるんで、まあ、このペースで1300人伸びるとガチャ回数がだいたい330連ぐらいということで、まあ約、天井、通常の天井プラスアルファぐらいで課金額が約10万円ってぐらいですね。まあ、目標の2000人いけば約まあ20万円の課金ということで、ジールの財布的にもかなりギリギリの企画ではあるんですけどね、今回はプロセカの1周年ということで、まあ視聴者さんに楽しんでもらうっていう意味も含めてね、この企画やっていこうと思います。またね、今回のこの企画やるにあたってちょっといろいろ思うところがあって、まあ、私ジールのチャンネル登録者ですね、私ジール再生数の割にチャンネル登録者が少ないでね、有名なんですけど、私ジールのチャンネルのうち、チャンネル登録をしている人なんと 13% です。はい、視聴者さんのうち 13% の方しかねチャンネル登録しておらず、 YouTube ってだいたい3割の人がチャンネル登録してるって言われてるんですよね。で、まあやっぱ他の配信者さんとか YouTuber さんとかでも大体3割ぐらい、登録してくれてるって言うんですけど、ジールさんはなんとその半分も行っていないということで、やっぱね、ここで、まあ、ジールの視聴者さんをファンをつけたいということで、まあ、プレゼント企画とかね、あとはなんか面白い動画を大量に投稿するっていうのもあるんですけど、まあ、それも、まあ、一個の策ではあるけれども、やっぱジールさんの視聴者さん、まあ、ジールさんの視聴者さん以外だとしても、やっぱガチャを引く。ジールさんがね、ガチャを引いて、もうお金ないよ、ヒーヒーって言って、もう大量にガチャ回してる方が好きだと思うんですよ。やっぱみんなガチャ動画もね見たいと思うし、まあ、やっぱそういったところで今回この企画をね、チャンネル登録者の数だけガチャを引く企画といった感じでねやっていきます。改めて説明なんですけども、現在チャンネル登録者5030人で、ここから1周年だね、プロセカ1周年の9月30日の、ガチャ開始時点ですね、15時かなまでに増えていたチャンネル登録者の数1人につき100クリスタル、プロセカでガチャをね回そうと思うんで、皆さんぜひともねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でガチャに関しては、まあ、正直どうなるかわかんないんですけど、多分少なくとも300連はすることになるんで、まあ収録公開みたいな感じで、実際ね動画ではなく配信をねつけながらガチャの方を回して、でその後に改めて、全部まとめてねガチャ動画として出すといった形でね、動画の撮影とあとは配信の方をね行うかなと思います。はい、じゃあおまけということで、イベラント課金額っていうお話を、ね、していこうと思います。まあ今月ね、9月入ってです、ニーゴのイベントが来ることが確定しております。もう書き下ろし楽曲が発表されてるんでね。そしてなんとバナーがね、私ジールの推しの真冬ちゃんが来る可能性が 98% ぐらいあるんですよ。もうほぼ確実に真冬ちゃんだろうっていう状況で、
で私自身ね、真冬ちゃんのイベントイベランしたいなと思ってて、できれば100ランをしたいと考えてるんですけど、まあ、今回ね正直予算がどのくらいあるかっていうと、まあ、20万から30万いかないぐらいの予算が正直限界で、このお金って多分イベラン100ランしたら使い切るぐらいのお金なんですよね。本当に、いや、やばいなぁ、もうだいぶやばいんだけど。でまあそれプラスで、この課金企画ということで、で課金企画がね、まあ、どのくらいかはわかんないけど、多分チャンネル登録者1000人は最低でも増えると思うんですよ。そうすると10万円ぐらいの出費はね絶対しちゃうんで、まあその10万円があったとして、イベランできるだけ効率よくね、本当に効率よくイベランしたとしても多分15万円ぐらい、まあ高かったら、まあ、25イベだし20万ぐらいかもしれないんだけど、多分15万円ぐらいは絶対使うと思います。はい、まあ、なんでチャンネル登録者の伸びが思いのほか悪かった場合は、もう本当に頑張って100ランをするみたいな形で、そうじゃなくってチャンネル登録者の伸びがやばかったら、ちょっとねイベランの方100ランではなくて、まあ500ランぐらいね切り替えるってた感じに、ね、なるかなと思います。もう本当にここに関してはね未知数でマジでわからない。ただね今回のこの企画ちゃん1登録100円ということでね、非常に魅力的なんで、ぜひね登録してほしいですね。そしてまあ1登録100円ということで、これ怖いのが、3000人ぐらい増えた場合なんですよ。はい、まあ、私の知り合いの配信者さんでね、8月に3000人チャンネル登録者が増えたって方がいて、もし仮に3000人増えたら、1周年企画のガチャで30万円課金なんですよ。もうね、やばすぎる。本当にやばすぎる。仮に、絶対ありえないけど、もし1万人伸びたら100万円課金なんですよね。100万円課金。多分ジールさんは自己破産の手続きをしないといけないかなって感じがするんですけれども、はい、そんな感じのね非常にやばい企画となっております。ただね、もうやると言ったからには男気見せてね、全力でやらせていただくんで、ぜひ皆さんねチャンネル登録お願いします。そんな感じですね。なんでまあ多分今月の出費はイベランで最低15万最高20万ぐらいで、プラスガチャ企画の方でまあ最低でも10万円。まあ、ワンチャン20万ぐらいいくのかなって感じですね。そうなったら、イベランの方をちょっと規模縮小するといった感じでやっていくと思います。はい。はい。といった感じでね、今回は、プロセカ1周年のね、ジール大爆死企画というのをね、やっていきますんで、皆さんぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、まあ、この企画をするにあたってね、これから毎日投稿を崩したり、毎日配信崩したりなんてことはね、はい、せずに、これまで通り、なんならこれまで以上に頑張っていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。